トレードする時間があまりないって人は今回の動画は必ず見てください。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はお金でいる年末年始に間に合う1日30分で8万円稼げる超時短連続エントリー集を伝授いたします。皆さんいきなりなんですが、年末年始っていうと何を思い浮かべますか？クリスマスがあって、年末でね、年が明ければお正月、行事が盛りだくさんで楽しいですよね。ただ楽しい行事と裏腹にここに必要なのってお金ですよね。クリスマスプレゼントやおせち代、お年玉とかも必要になってきますよね。今回はそんなお金のいる年末年始に向けて今回の書を使っていただき、しっかりと稼いでいい年末年始を過ごしていただきたいと思っています。なので今回ね、この書を公開させていただこうと思います。いつも僕の動画を見てくださってる方にはせっかくなんでね、年末年始にがっつり稼いでもらいたいので、広まりすぎれば即公開を提出させていただきます。初心者であってもすぐにマスターできる超簡単な手法になっていますので、必ず最後まで見てください。では早速そんな手法の解説に入る前に、今後必ずねバイナリーで買っていきたいって人はまず僕の LINE の登録をしてください。今僕の LINE に登録いただけると豪華3大特典、これを完全無料でお渡ししています。これからどんどん稼いでいきたいって人はぜひ最後までご覧ください。では早速インジケーターの導入法から解説していきたいと思います。で、毎度おなじみであるんですが、まずねインジケーターについて解説していくんですが、やっぱり数値っていうのはかなり重要になってきますので、必ず見逃さないようにしてください。では早速こちら入れていくんですけども、まず挿入ですね、インジケーターでトレンドの中にありますこちらムービングアベレージ、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずこちらパラメータのところで期間を25、種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。こちらで OK ボタンを押します。はい、そうしましたら続いてこちらですね、紫色で表示されているこちらは一目均衡表の雲です。ご覧いただいて分かるように雲のみを使っていきますので、こちらのね数値についてお伝えしていきます。まずこちらの挿入インジケーターでトレンドの中にありますこちら一目均衡表、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されますので、まずこの転換線を9、基準線を26、先行スパン B を52で設定してください。で次にこちらの色の設定のところで転換線をノン、基準線をノン、試行スパンをノン、この上から3つは全てノンにしてください。でこの下2つ、この、雲の上昇と下降、こちらだけ今回使っていきますので色の設定をしてください。で僕はね紫色で設定してるんですが、こちらに関しては見やすい色であれば何でも OK です。こちらで OK ボタンを押していきます。で今入れていただいたこちらの一目均衡表になるんですが、こちらのインジケーターっていうのは日本人が作ったものなんですね。なので当たり前なんですけど、基準となるのが東京市場なんですよ。こっち側の市場になるので、オープンしてから夕方ぐらいまで、この時間帯がかなり機能しやすいです。これをねちょっと豆知識として覚えておいてもらえればと思います。では早速お待ちかねのエントリー条件について触れていきたいと思います。はい、そうしましたら最初のポイントで言うとこれですね、こちらがハイエントリーのポイントです。ちょっと分かりやすいように最初に基準をつけておくんですけども、ここですね、ここねちょっと勝ってるポイントなんで色をちょっと変えたいと思います。はい、おなじみの黄色でいきます。これがハイエントリーのポイントですね。で今回見ていただくのは全部で3つです。条件は3つあります。まず最初に見ていただきたいのがこちらの一目均衡表の雲、ここから見ていくんですけども、こちらの雲よりも上にローソク足があることを確認してください。これで1つ目の条件はクリアですね。じゃあ2つ目はこちらの移動平均線よりも上にローソク足があることを確認してください。問題ないですね。これで2つ目の条件がクリアです。で最後赤三平を確認してください。陽線が3つ並んでること、つまり1つ目、2つ目、3つと、これが赤三平が成り立っているポイントです。赤三平をしている方は半々かなと思うんですが、この赤三平っていうのは逆高峰の一つで、相場が上昇の局面入りをするっていうようなサインですね。なのでこちらの達成が3つの条件が揃ったようなポイントです。これらを確認していただき、次の足でハイエントリーしていただくと、このように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で今回は連続エントリーが OK な賞です。ただこれってやめ時がわからないですよね。なのでやめ時っていうのは負けるまでエントリーしてください。これは堅実に行きたい方はここはね別に行わなくても構わないんですが、ガツガツ収益を取りに行きたいって方は連続してエントリーしても OK です。つまり次のエントリーはここでここでここですね。でこの条件が揃って次なしでエントリーしてるんですけど、このようにね陰線でがついてちょっと負けちゃっていますと、こんな感じですね。これが1セットでエントリーポイントとなります。先ほども言ったように連続エントリーに関してはどちらでも構いません。収益をメインで取っていきたい方はぜひ取り入れてください。じゃあ続きましてローエントリーをねちょっと見ていきたいと思います。そうしましたらこれですね、こちらがローエントリーのポイントです。ちょっと見づらいんでねちょっと出していくんですけども、まず最初に見ていただくのがこちらの一目均衡表の雲。この雲よりも下にローソク足があることを確認してください。で次にこの移動平均線ですね、この移動平均線よりも下にローソク足があることを確認してください。で最後この坂田五宝の黒三平ですね、先ほどの赤三平の逆になるんですけども、陰線が3つ並んでること、これを確認してください。で今言った3つの条件が全て揃った足がこちらになります。つまりこちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で先ほどもねお伝えしたように今回連続してエントリーして OK ですので、ここでねちょっと負けてるんですけども、ちょっとここでは勝ってますね。黄色でちょっと設定していくんですが、こんな感じです。3勝1敗っていうのは結果ですね。じゃあ次のポイントで言うとこれですね、ここでここでさらにここですね、でここもです、でここも来てここでようやく負けちゃってますね。なのでちょっと色を変えます。こんな感じですね。このポイントに関しましては5勝1敗なので、かなりね短時間で利益を得ることができています。これ本当に勝率も高くて期待値も高い仕様なんですよ。なおかつ連続してエントリーして OK ですので、それなりにね収益が取れるっていう仕様なんです。そしたら分かりやすいようにちょっとね縮小して、どのくらいポイント数があってどのくらいの収益につながってくるか、これをねちょっとお見せしようと思います。したらこんな感じですね。ちなみにこれちょっと1日の結果になるんですが、今回は連続エントリーした場合の結果になります。なので最後の足がね必ず赤線、負けちゃってるポイントがついてるんですけども、結果をちょっと発表したいと思います。45戦37勝8敗、1万エントリーで行った場合は23万4500円の利益獲得となります。これたったの1日ですよ。1日で1万円が23万以上に化けるってことです。じゃあこれを2万円で行った場合46万9000円の利益獲得っていうところにつながってくるんですね。これすごくないですか？インジケーターをたったの2つしか使ってないにもかかわらず、これだけの利益につなげることができています。でここでねちょっとおさらいも兼ねてエントリー条件をお伝えするんですが、ここまで見ていただいて分かるように雲よりも上もしくは下にあって、なおかつ25日の移動平均線より上もしくは下にあるってこと、これが条件です。でさらにローソク足が一番上なのか一番下なのか、これを見ていただくのが条件ですよね。ただそのまま見てなんとなく大体で順張りのエントリーをしてる方って正直いますよね。さすがに今は上昇傾向だから半エントリーで勝てるだろうっていうような感じで適当にエントリーしてないんですか？これポジポジ病っていうんですけど、そういう方って負けを拾いがちで、実際僕もねこのポジポジ病を経験してるんでわかるんですが、たとえ勝てたとしてもギャンブル勝ちでしかないんですよ。でそういう時の三平なんです。三平っていうのはさらに根拠を付け加え負ける可能性を減らすことができるっていう指標なんですね。ぜひ今回の章だけでなく他の章でもこの三平っていうのを活用していただいて、ぜひ応用していただければと思います。ではここで取引をおすすめしない時間帯っていうのをちょっとねお話ししていきたいと思います。それはズバリ経済指標の時間を避けてトレードすることです。でここまで見ていただいて分かるようにかなりね根拠としては強かったと思うんですが、こういった経済指標の影響で根拠が薄くなるってことも十分にあり得るってことです。なのでちょっとね意識してもらいたいんですけど、まずねじゃあちょっと12月の経済指標についてねお話していこうと思います。例えばそうですね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、この辺りとかこの22時15分で、これちょっと言い忘れちゃったんですけども、これ12月のね、結果を見てるんですね。で、ここにちょっと記載あるんですけども、12月の1日、本当にこれからの話になりますので、特にちょっと注意して見てもらいたいんですけど、11月ね、この22時15分、この ADP 雇用統計、こことかはね、本当に注目してほしいんですね。これって、分かりやすく言うと、アメリカの経済がいい方向に向かってるかっていうのを表してるんですよ。つまり、この数字が減少してれば、景気が低迷するっていう傾向があるので、ここはかなりちょっと要チェックです。でそれに雇用統計って結構予想しづらいんですよね。本当にもうフロートレーダーでも 100% の予測っていうのは本当に不可能でそれこそ予測とは真逆のトレンドが発生することもあるぐらいなので、本当に見極めが難しい局面になるかなと思うので、初心者さんは特に注意して避けるようにしてください。なのでこの ADP 雇用統計、この時間帯は避けてくださいね。もう少しね見ていくんですけども、そうですね、ここなんかはねちょっと注目してもらいたいんですけど、この GDP、いわゆる国内総生産のことなんですね。国内総生産ってその国で生産されたもののことを言います。例えばそうですね、じゃあ日本で小麦を育てて日本で売れれば、これは国内総生産に当たります。じゃあこれが例えば中国とかで小麦を育てて、じゃあこれを日本で売ると国内総生産にはならないんですね。なので全て国内で収まってれば、国内総生産ということになります。GDP ってその国がどれだけ世界経済に多大な影響を及ぼしてるかっていうのが分かるんですね。なのでこれが相場に影響するってことがめちゃくちゃあります。なのでここも要チェックですね。ちょっとねもう少し見ていきたいと思うんですが、12月はね基本的に年末年始も控えてるってこともあるので、大きな掛け金のトレードはね基本的に避けていただきたいなと思います。それだけ荒れる要素っていうのがありますし、予測しづらい相場状況だったりもするので、極力ね重要な指標に関しては避けていただく方がいいかなと思います。でこことかですね、ここが12月の15日ですね。ここね FOMC、 こことかはね結構要チェックです。現にね星が3ついてるので、かなり注目してもらいたいポイントなんで、基本的に荒れると思ってください。ギャンブル好きはねいいかもしれないんですけど、堅実に行く方ねここは特に避けるようにしましょう。で日本ではね馴染みがないかなと思うんですが、海外ではこのクリスマス前後に休みを取るっていう風習があるので、市場がクリスマス以降っていうのは続々と閉業するので、為替の動きっていうのが年末は鈍くなります。本当に全く違う感覚で取引をしないといけないので、やっぱり堅実に方は取引をしないことをお勧めします。こんな感じでねちょっと見ていただきたいポイントはちょっと抑えられたかなと思いますので、これからじゃあクリスマスだったり、じゃあ年末年始とか、それこそイベントっていうのはかなり控えてるので、少しでもじゃあ足しにしたいとか利益を上げたいって方はたくさんいらっしゃると思いますので、トレードする際はこういったポイントだけは避けてトレードしていただきたいなと思います。ということで今回の手法はいかがだったでしょうか。超時短連続エントリーができちゃう順張り手法だったので、今からこの手法を試していただいても今年の年末年始までにね十分間に合うぐらいの再現性高くて即金力が強い手法でした。ぜひ最後に紹介した経済指標もしっかりと意識しながらトレードしていただければと思います。そしてこの手法に限らず分かんないことがあれば気軽に僕の LINE で聞いてください。では最後になりましたが、今回の動画が参考になったよって方はグッドボタンとチャンネル登録は必ず押してください。次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手法をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。